はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、原因の特定が難しい、発症3ヶ月以上の慢性腰痛に分類される、椎間関節性腰痛。特に非定型腰痛症の中で最も多いものになるんですが、こちらについて、リハビリとケアマネの視点から解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。この腰痛、別名を反り腰タイプの腰痛なんていう言い方をします。腰を反らしたりねじったりするということで、背骨の間をつないでいる椎間関節というところが損傷して痛みが生じる腰痛になります。で、その特徴としては、背中を反らすと腰が痛い、でっちりになっている方、それから長時間立っているのが辛いという方、それから主に片側の腰がピンポイントで痛いという方、それからお尻や太ももが痛い時があるという方、それから仰向けで寝るのが辛いなんていう方が挙げられます。で、さらにこの腰痛がですね、進行してしまうと、特に10代から20代で多いんですが、腰椎分離症であったり、さらに50代以降で多い腰椎滑り症、あるいは中高年の男性で多いんですが、腰部脊柱管狭窄症なんていうもの発症につながるというふうになってますので、注意が必要です。で、このタイプの腰痛解消を目指す際は、過度な負担がかかって緊張している箇所はどこかで、逆にあまり使われないでこう弱くなっている部分、弱化している部分はどこかというのを正しく知って、負担がかかっている箇所はほぐして、弱くなっている箇所は強化をするということで、そのバランスをこう修正するアプローチというのが有効になってきます。で、実際にこの椎間関節性腰痛では、骨盤が前方位の不良姿勢、これをスウェイバックといって、スライドの黄色い矢印なんですが、これが生じてしまうことで、赤い部分、これは背中の脊柱起立筋とか多裂筋であったり、それから太ももの前面、大腿前面である腸腰筋ですとか大腿直筋というところの筋が緊張して制限されるという傾向があります。さらにお腹の部分、腹直筋であったり、お尻や太ももの後ろ側、大腿後面である大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は、逆に筋肉が弱くなって弱化してしまうという特徴がありますので、ぜひこれらをですね、参考にしていただけると幸いです。そしてここからは、この椎間関節性腰痛への具体的なアプローチとしてですね、ストレッチやエクササイズの方法と、それから生活改善ポイント、この2つについてですね、解説をさせていただきます。で、この椎間関節性の腰痛では、普段からこうでっちりになってしまうということが多いので、腰を曲げる運動を行う、反らすといったように曲げる運動を行うというところが基本的なアプローチになってきます。特に背中の脊柱起立筋とか多裂筋、あるいは大腿前面である腸腰筋や大腿直筋の筋には負担がかかってしまって、こう制限されてしまいますので、こういった筋肉を伸ばしてリリースする、例えば腰や背中を丸める運動ですか、太ももを伸ばすなんていう運動があります。それからお腹の部分、腹直筋であったり、お尻や太ももの後ろが大腿後面である大臀筋ですとかハムストリングスという筋肉は、逆に筋が弱くなる傾向がありますので、これらを強化するためには、例えば腹筋運動であったり、お尻上げなんていう2つのエクササイズが効果的になります。で、これスライドをもとにですね、ぜひ実践していただきたいんですが、注意点が2つあります。1つは、秒数回数は載せてはいただきましたが、これあくまで目安ですので、こまめに休憩を挟みながら、疲れが残らない程度で行ってください。2つ目のポイントは、痛みのない範囲で無理なく安全に行ってください。痛みを我慢してまでする必要はありません。で、さらに生活改善ポイントとしては、普段の姿勢が無意識のうちに沿っていないかということをですね、ぜひ確認してください。背筋を伸ばしたいい姿勢であったり、つま先立ちをですね、こう保とうとするあまり、かえってですね、反った不良姿勢になってしまっているということがあります。なので、その都度修正するというところがポイントになってきます。特に女性の場合は、
ヒールのこう高い靴を履いてしまうと無意識にこういう風になってしまうことがありますので、注意がさらに必要ですので、ぜひこのあたりを参考にしていただけると幸いです。今回の配信ここまでという風にさせていただきますので、よろしかったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきましてどうもありがとうございました。ではまた。